四国大学。四国大学は、全人的自立を、見学の精神としている、総合大学。大学院と短期大学、四国大学短期大学部が併設されている。先進的地域貢献型大学を目指し、社会人基礎力や、自己教育力などを体得を目標としている、四国大学スタンダードを基盤として、教育、研究を行っている。文部科学省、地、 地の拠点整備事業、大学国区事業の採択校とて、地域教育の推進と三学校連携活動を展開している。官民留学支援制度、飛び立て、留学ジャパンの派遣学生比率で、2016年には全国の私立大学で第1位となっており、地方の私立大学ながらも、グローバル教育、グローバル人材の育成にも力を入れている。 全人的自立、知識、技術の習得とともに、人間的な成長を志向し、社会に貢献できる、実践的な力を確立すること。作詞は、鈴木白安。作曲は、三木実。四国大学の絵図を中心に、知性、可能性、自由、調和を表す四枚の翼が、未来に向かって飛翔するイメージを、シンボル化したもの。スポーツ。 芸術分野において優れた能力と情熱を持つ学生に対し2種類の小学制度を有している。学術、文化財的資料として、しのげ大空、徳島出身で愛の研究家、郷土市屋の小後藤小一氏の急増書、阿波に関する地方資料及び国文学関係資料など1.7万点を所蔵している。国区事業とは、 文部科学省が支援する地方創生推進事業のことである。平成27年度から5年間の予定で、徳島県内参加校と地元自治体、企業が連携して、チャレンジ精神に富む学生を育てるプログラム等を実施。徳島で学び育てる地域貢献型人材育成事業は、地域の課題である少子高齢化に伴う地域経済の減速を食い止めるため、 全学的に地域志向型のカリキュラム、教育改革を行い、地域を志向した教育を実施するとともに、地元自治体、企業、住民とも連携し、地域貢献型人材の育成と地域の活性化を目指す。具体的には、地域教育、連携センター、すだち、四国ナワーシティドリームアチーブメント、四国大学務実現推進室の設置及び、 自治体の協力のもと県内2カ所、三馬市、南町にスーパーサテライトオフィス、総う開設。全学生を対象に、実効的、多面的な地域教育を行うとともに、地域住民へ生涯教育を提供する。さらに、新、阿波学の構築と阿波検定を創設し、新たな地域の魅力発見と県内外への情報発信をい、 地方次第としての新たな地域貢献型大学を定義する。生涯学習プログラム、すだち、すだち講座は、サテライト双方講演格講義システムを用い、四国大学、または四国大学交流プラザで行われる講義を、インターネット回線を経由して、西部地区、スーパーサテライトオフィス、南町コミュニティホールに配信し、四国大学教員の講義を受講できるものである。 講義のテーマは、肥満に影響する食行動の不思議、イノベーション企業家精神、大友旅人と、藤原ふ崎、さ19世紀、ビクトリア朝時代に生きる、アーサー王物語の女性たち、運動と栄養で健康づくり、新約聖書を読む、聖書から学ぶ、大人とは何か、マイナス、風刺の国イギリス、その原点は文学に、以上。 平成29年度後期実施文のように人文社会系、自然科学系の枠にとらわれない講義が幅広く行われている。四国大学出張講義は教員が高等学校からの要請に応じて専門分野の講義を行い、高校生が大学の教育や研究に触れることによって大学への関心を高めるとともに高等学校との 連携を深める子を目的としている。講義科目は、日本文学、文化史、書道文化、英語、英文学、図書館学、哲学、生活文化、数学、理科、経営、経済、法律、会計、情報、メディア、心理、教育、栄養、食品、看護、社会福祉、介護、歴史、文化、音楽、体育、スポーツと多岐にわたっている。 2017年1月時点で3カ国5大学と協定を結んでいる。ワールドプラザは国際語としての英語の運用能力や国際性を身につける場として全学の学生に開放されている。ネイティブ教員とのイングリッシュランチをはじめより実践的なコミュニケーションを行いながら英語を主体的に学ぶことができる環境を重視している。また、 海外衛星放送や DVD の資料、各種検定の参考書や英語、中国語で書かれた本や雑誌が得てあり、学生が自由に学習する場を提供している。言語、文化、習慣等の壁を越えて、日本と海外の長所を融合し、グローバル化時代の新たな問題を解決するとともに、地域に貢献できるグローカル人材の育成を目的として、 海外インターンシップ事業を2015年から実施している。国際寮は2017年3月に完成した外国人留学生と日本人学生が入寮可能な学生寮である。他国籍の学生による共同生活を通じて様々な価値観に触れ、多文化を学び国際感覚を育むことを目的としている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。